はい今回はトマベチヒさんの正体がなんとなくわかった件こちらについてお話していきます今回もよろしくお願いいたします、まあ、最初にお話しますが悪口を言うとかそういったわけではないんで,で僕は数年間ですねこのトマベチヒさんという人を応援してたんですねでとても頭がいいし、まあ、いい人で、ね、いろんなことを知っているなと学ぶことがあるなと思ったんですが なんとなくちょっと違うのかなとまあそう思ったちょっと悲しい話なんですね。その話を今回していこうと思います。リスナー様の中でもですね、この友築さんをまあ応援している方がいらっしゃるんじゃないかと思いまして、この人っていうのはものすごく頭がいいんですよ。それっていうのは多分皆さんも思ってらっしゃる、えー、と思うんですが、ちょっといろんなことがあるんですね。で、この友 <laughs> 築さんはですね、 マイナンバーカードについてとても鋭いことをおっしゃっており僕はこのマイナンバーカードの疑問点を気付いた一つの要因というのはこの友淵さんがおっしゃってる発言から気が付いたんですよマイナンバーカードというのはさまざまなです、ね、問題が生じており設計段階から問題だらけだったということなんですよその入力を誤るというのはその一つの問題にしか過ぎずということでその情報の一元化ということで えー、ものすすごくリスクが伴うっていうこといこなんですねでそういったことを、まあ、本人確認とか、えー、いくつものそのねものを統合する免許証とかを統合するあるいは銀行口座を統合するとかそういったのものすごくリスクが高いということを、まあ、おっしゃっていたとで多分皆さんもそういうふうに思ってると思うんですよ。でこの友部チさんがおっしゃってるこのマイナンバーカードの件に関してはその通りなんですね。うんでえー 大企業がですね、このマイナンバー制度、マイナンバーカードの利権に入ってるんで、日本国民の個人情報を一括管理してですね、まあ、それを利益につなげていく、そういったことなんじゃないかっていうことを、友チさんがおっしゃっており、まあ、そうだなと思うんですよ。まあ、人間のありとあらゆる情報ですよね。<laughs> その情報を1枚の、まあ、カード、まあ、データっていうかな、そういったものにして、まあ、それを大企業が、あまあ、まあ、なんていうのかな、 利益っていうか、そういった利益拡大にしていくということで、これっていうのは日本だけではなく、日本の創始国ですね、外国のそういったところから、各国政府に来ているっていう、その事実であるっていうこと言って、例えばこういった話をすると、ですねそんなことはないとかっていうかもしれませんが、そういったことはあるんですよ、この世の中っていうのはそういうことがあるし、言ってしまえばデジタル監視システムに向かうものであるなと、そういったものです。 戸間チさんが言ってるんですけれども、このマイナンバーカードって本来は必要がないんですね、まあ、あの本人確認というのは、運転免許証とか保険証とか住民票でそれでできますから、そんなものにわざわざこのマイナンバーに多額の公金税金を使ってやる必要がないんですが、まあ、岸田とかまあ河野太郎とかっていうのは、このデジタル監視システムをまあずっと推し進めているわけですよで。岸田とか河野太郎がおかしいと思いますが、それを支持してるのはまあ総主国、米なわけですね。 だもう一回整理すると日本国民のあらゆる個人情報をまあ一括管理して、まあ、それを利益にする大企業あるいはその世界のそういったものたちっていうことで、まあ、そうだなと思いますし友チさんの話っていうのは他にもいろいろあるんですがまああのまあすごいっていうかまあね、まあ、理解のまあなんていうのかな、ま、学びにっていうか理解のそういったものになるっていうことで。 まあ結構僕いくつもいくつもこの米地さんの話をですね、まあ、聞いてはすごいなと思ってたんですが、まあ、ちょっと同時に疑問になることもあるんですね。米地さんってこういった話をどこから入手してたのかなって気になるじゃないですか。えー、おおよそですね一般の人が気がつかないような内容をまあ入手しているとまあ頭がいいといえばそれまでなんですが、まあ、ちょっとどうかなと思うんですが SNS にですねこういった投稿があったんですよ一つではないんですね。 でここら辺からあ、まあ、このトマビチさんの正体っていうか、まあ、裏にこういったものあるいはですね、まあ、こういったものにつながってるのかなと思う,、まあ思うまあ、ちょっと悲しい話なんですけどトマビチさんっていうのは外国に行っていてこの三菱辞書の財務を担当してその時に活動活躍していたということなんですが1987年のロッ,クロックフェラーのビル ロックフェラーーーセンンターを買ううととの中心メンバーだったっいうことなんで、すねでその後もロックフェラーという国際金融資本家、えー、まあそことつながりがあって、ロックフェラーの,まあその取締役の会議にもトンマビッチさんは出てたっていうことなんですよ。で、ここら辺からちょっともうかなり、えーねえー、まあ疑いっていうか、それを思うんですが、ロックフェラーのまあ自宅に呼ばれたときに、まあ、その時の車の中の話っていうことであったんですが、 まあ、ロックフェラーと、まあ、その隣にはあ三菱地所、えー、の社長とで後部座席には、友チさんがです、ね、通訳として、まあ、いたっていうことなんですよ。で,ここで、ここの情報で書かれているんですが、あのロックフェラーのね、えー、そのなんていうのかな、あところで、の車の中に入ったのは、世界中で、まあ、日本人で、友チさんただ1人っていうことなんで、これ、偶然とは思えないじゃないですか、あるいはですね、えー、こういったところからその外国勢力側に回ったのかなとかっていうのも思うんですよ。 でこの友チさんの,です、ね、この詳しい、まあ、知識っていうのは、まあ、何かしら、まあ、そのロックフェラーっていう、ね、その背後にいるわけですよ国際金融資本家とかね。で、まあ、こういった投稿をしていた人がいるんですが。 友ベチさんのまあその関係っていうのはダビストック研究所が関係してるんじゃないかってこれダビストック研究所って聞いたことあるかもしれませんが世界の中のね一部のその本当に三角形のピラミッドの上の方にいる300人委員会とかそういったものに直結してるとその中のもしかして一人の人かもしれないんですよだからその世の中の動きってのは手に取るのにかるわけですよねで、まあ、そういったことをまあ一部まあ言うっていうかまあそういった役割なのかもしれないで このトマベチさんがですねロックフェラービルをその三菱次長が買うときにトマベチさんがそこに活躍したっていうのは結構有名な話だったらしくトマベチさん本人がですねロックフェラーからクリスマスカードが届くっていうんですよ、うん、これっていうのもおかしいじゃないですかロックフェラーって世界の国際金融資本家ですよね、えー、日本人にこんなことするでしょうか、うん、ちょっとおかしいなと思うんですよねで、えー、このトマベチさんの経歴を見るとですね まあエール大学からまあ人工知能プロジェクトっっていうのに入ってこのエール大学っていうのもまあその国際金融資本家側なんですよ。でまあえその後日本にまあ帰ってきてさまざまなシステムにえまあ関与してると。でえまあそのトマヴィチさんっていうのは育ちがいいえまああっていうことも言われてるんですがまあ軍産複合体の多国籍企業に深く関係してるってことでこれ D の S の関係者である可能性があるんですね、う。ん ここういっっったたとが分かってしまったんですよ、まあ、本当かどうかっていうのは分からないですけれども可能性あるじゃないですか。で、戸間渕さんの発言ということで今度はまた別の SNS で、えーまあ、投稿していた人がいるんですが、ま、え、る、ー、会議に参加してやるっていうことなんで、これもしかしたら、ダ・マルス会議かもしれない、でそういったものの、まあ、機密情報を知っている人かもしれないし、えー、そうなってくると、このね、えー、先ほどの三菱とかロックフェラーとか、そういったものに関してつな、まあ、がりがあっても全くおかしくないんですよ。 でトマヴチさんというのは事務所があるっていうことが、まあ、知られているんですがその事務所の中で人類の神の中で最高レベルであるとか、まあ、そういったことを言ったりとか。 21世紀に大変なことがあるからそれを阻止するために高いところからやってきたっていうまあそのいわゆるまあその何て言うんでしょうね、えー、まあその特殊な考え方ですよそういったものを持ってる可能性があるとだからトマヴィチさんっていうのはテレビに出てきていろんなことを国民に言うですごいことを言うんですが、えー、国際金融資本家側の人である可能性があるあるいはもともとそういった人であって、まあ、出てきてそういったことを言う役なのかなとそういったことを思いました。 僕結構3年ぐらいかなあ分かんないですけど応援していて「いやこの人すげえな」とかって思うんですけどでこれなんでこんなこと言ってるのかっていうとリスナー様に言われたんですよ。 あのテレビに出てる人を信用しない方がいいテレビに出てるからといって信用するしないを決めない方がいいとかっていうことを言われたんですけど僕は思いましたね、うん、やっぱりテレビに出てこういうことを言う人っていうのはそのね支配者層側ですよ D の S 側で大衆の動きを見る役割そういったものになってるんじゃないかなと思いましたでまあ僕が今回ちょっとお伝えしようかなと思ったことは、まあ、こうやって有名な人ねまあ 何か裏があるかもしれませんからこの有名人の発言をまあ,あね、えー、まあ考えるときはその人の発言はいいかとまあ,あ 思思うううにしててもそのの人を信じるっっいうのはね有名だとととちょっとどうかなと思います僕も3年ぐらいね、友ベチさんを応援していて、これに気づいたときにちょっと悲しかったなと思いましたので、えー、まあちょっとそんな僕なりに思ったことをお話しさせていただきました。まあ、皆さんはいつも聞いていただいて本当ありがとうございます。この話がですね、少しでも何かのお役に立てればと思います。ということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。